時は来たれり。その日は山深き荒野にて人間の美少年キー太郎を対象とする東軍と座敷わらしの少女スズを対象とする西軍、二つの陣営に分かれた妖怪たちによる天下分け目の大合戦が今まさに始まろうとしていた。それすなわち妖怪大戦争。喉どもかかれ迎えてやろうな、やれ貴様からか離せまずい受け合ってもやるのかうわっぷげうわぁうわぁうわぁ通れるかおしかし待たせ申した。動きは必ず来る。慌てることだ。来い。もらったぞ。俺子供無条件に俺をいたわれ。このわがまま主ちょっと面が良いからと調子に乗るな。おやさすがにここまでやれとは言ってないぞ。なんでこんなにまで。お前のせいだ。気がついたかや。思えば随分つまらないことで争っていたな。同感じゃ。何はなくとも平和が一番だな、スズ。まったくの、戦争ほどアホ臭いものはないからの。この物語は愉快な妖怪たちと過ごす愛しき日常を綴った大切な日々の記録である。